先州地域泉は、両政国の泉国に由来する地域名称。現在の大阪府南西部にあたる。かつて旧国名と同名の泉郡や泉町があり、現在も泉市があるため、先州と泉国の別称で呼ばれることが多い。大阪府の地域区分では、千木と千南に二分される。健康、医療や農林、水産業などでは、両地域を合わせた区分を用いるが、 その場合でも、泉ではなく別姓の泉州が用いられている。広域連携に関しても、長年にわたり、泉北と泉南の地域区分が適用され、それぞれ広域行政推進協議会も設置されていた。しかし、南泉州市構想や堺市の、政令指定都市以降のあった2000年代中頃以降、以下の新たな広域連携の動きが活発化している。 堺市の内南河内郡からの編入である柿の旧町村域は河内国に属するため上記の大阪府による地域区分とは差異がある。堺ナンバー、泉市上台町にある大阪運輸支局泉自動車検査登録事務所が泉ナンバーを交付しているが、同事務所の管轄市町村には南河内地,地域の六市二町一村及び中河地地域の柏市も含まれている。 また、堺市については、2006年10月10日より、堺ナンバーが導入されている。ありがとうございます。